今日の一日、朝食はホテルで、いくら食べ放題。函館の新選組のコンサートに来ました。今回の目的は、土方歳三の大ファンだった母を函館に連れてくること。やっと連れてくることができました。生きている時に連れてきたかったけど、元気な時に連れてくればよかったと後悔しています。皆さん、悔いのないように親孝行しときましょう。さて、五稜郭に来て、函館のご当地グルメを食べまして、旭川まで移動します。約6時間かけて旭川に到着しました。明日も頑張りましょう。